皆さん、今回は入社1年目のビジネススキル大全という本をご紹介します。この本は社会人としてのスタートを切ったばかりの方に向けてビジネスで成功するための必須スキルを網羅的に解説しています。著者の豊富な経験に基づいた実践的なアドバイスと分かりやすいイラストや図解が満載で読者の方々にすぐに活用していただける内容となっています。ぜひ最後までご視聴ください。 今回の解説ポイントは次の通りです。ビジネスマインドの重要性、時間管理のコツ、コミュニケーション力の向上、ビジネス思考力の磨き方、自己成長のためのテクニック。まず本書が強調しているのはビジネスマインドの重要性です。著者によればビジネスマインドは一生もののスキルであり、どのポジションについても求められる普遍的なスキルだと言います。 具体的には、自分の価値を客観的に把握すること、ネガティブな言動を避けること、そして、相手の期待を少しだけ上回るアウトプットを心がけることが挙げられています。例えば、自分の価値を知るためには、年収に雇用コストを加えた金額を算出し、それと自分のパフォーマンスを比較してみるといいでしょう。また、忙しいできませんといった、ネガティブな言葉は避け、代わりに前向きな表現を使うことが推奨されています。 さらに、上司や同僚の期待を少しだけ上回る仕事をすることで、評価を高めていくことができます。次に、時間管理のスキルについて触れています。新入社員にとって、時間と期限を守ることは、極めて重要です。遅刻は単に時間を無駄にするだけでなく、信頼も失うことにつながります。著者は、常にプラン B を用意し、罰則を設けて、スケジュールを立てることを勧めています。また、隙間時間の有効活用や、求められているレベルを、 的確に把握して無駄に時間をかけないことなど効率的な時間の使い方についても詳しく解説されています。コミュニケーション力の向上も本書の重要なテーマの一つです。ビジネスにおいては自分の伝えたいことが相手に正確に伝わることが何より大切です。そのために相手のレベルに合わせたコミュニケーションを心がけ、専門用語の使用を控えたり、ツヤ遣いを用いたりすることが効果的だと著書は述べています。 さらに結論ファーストという原則を守ること、エレベーターピッチトレーニングやマジックナンバー3の法則といった具体的なテクニックも紹介されています。これらのスキルを磨くことでより効果的なコミュニケーションが可能になるでしょう。ビジネス思考力の磨き方も本社の重要なポイントです。著者はシンプルに整理して考えることの重要性を強調しています。 ロジカルシンキングの基本である、シー、漏れなく、ダブリなくと、ピラミッド構造を使いこなすことで、情報を効果的に整理し、問題解決能力を高めることができます。また、ビジネスにおいては、事実と事象を区別することが重要だと、著者は指摘しています。情報を受け取る際には、客観的な事実なのか、主観的な意見なのかを見極める必要があります。そのために、質問を通じて、情報を深掘りする習慣をつけることが推奨されています。 最後に自己成長のためのテクニックとして自分ノートの作成が紹介されています。これは仕事上での気づきや学びをすべて書き込むノートのことです。このノートを定期的に振り返ることで自分の課題や立ち位置を確認しキャリアプランを明確にすることができます。また読書の重要性も強調されています。著者は同じテーマの本を3冊読むことや学んだスキルをすぐに実践し他人に教えることを進めています。 これらの習慣を通じて知識を定着させ、自己成長を加速させることができるでしょう。本書は新入社員だけでなく、若手中堅社員、さらには部下や後輩を指導する立場の方々にも、大いに参考になる内容となっています。特に社会人としてのスタートを切ったばかりの方や、キャリアアップを目指している方には、ぜひ読んでいただきたい一冊です。 本書を読むことでビジネスの基本的なスキルを体系的に学ぶことができ、仕事の効率や質を向上させることができるでしょう。また、長期的なキャリアプランを立てる上でも役立つヒントが満載です。日々の業務に追われがちな中で自分自身を客観的に見つめ直し、成長の機会を見出すきっかけにもなるでしょう。さらに本書で紹介されているテクニックやトレーニング方法はすぐに実践できるものばかりです。 例えば、エレベーターピッチトレーニングや自分ノートの作成は日常生活の中で簡単に取り入れることができます。これらの習慣を続けることで着実にスキルアップを図ることができるでしょう。本書の特徴として各トピックがコンパクトにまとまっており、必要な情報をすぐに参照できる点も魅力的です。 忙しい社会人の方でも空き時間を利用して少しずつ読み進めることができます。また、イラストや図解が豊富に使われているため、視覚的に理解しやすく、記憶に残りやすいのも大きな利点です。最後に、本書は単なるハウツー本ではなく、ビジネスパーソンとしての心構えや姿勢についても深く考えさせてくれる内容となっています。優秀な人に共通するマインドセットや行動習慣を学ぶことで、 自分自身の仕事に対する向き合い方を見直すきっかけにもなるでしょう。本書はビジネスパーソンとしての基礎を固め、長期的なキャリアを考える上で非常に有益な一冊です。新入社員の方はもちろん、自身のスキルをブラッシュアップしたい方、部下の指導に悩んでいる方など、幅広い層の方々におすすめできる本です。ぜひ手に取って読んでみてはいかがでしょうか。きっとあなたのビジネスライフに新たな視点と可能性をもたらしてくれることでしょう。